こんばんは、中村舞です。暑かったね。ね、今日暑いね。皆さんこんばんは、中村舞です。前髪が決まりません。こんばんは、こんばんは。ゆきありがとう。疲れもありがとう。お疲れ様。土曜日ですね。一人だよ。そう、ずっと同じ部屋に泊まってます。よいしょ。さっき梅昆布茶飲んでた。よいしょよいしょ。ちょっとね、東京にいます。明日はね、リリースイベントと八ツ井フェスに出演させていただきますので、はい、ラゾーナ川崎でお会いしましょう。は、そう、昨日はね、オールナイトフジコ、そう、見てくださってありがとうございました。愛の重さ、初めてね、テレビバージョンを披露させてもらったんですけど、いました、ありがとう。ありがたい焼き。そう、私もリアタイしました。いました。普通に そう、曲振りとかは生放送だったので。たまたま今日渋谷のタワレコ行ってサイン見てきました。そう、今日はね、ご挨拶行ったんですよ。タワーレコードの、そう、渋谷店さんと、HMV さん、そうなんですよ。ね、もうすごいね、 STU ドドンってアルバムって飾ってくださってて嬉しかったです。皆さんもぜひ行ってくださいね。タワーレコードさんとか、あの入り口のところにドドンって、そう、写真っていうか、そう、載ってるんですよ。すごいの、本当にあの入り口のところ、本当に大変ありがとうございます。うん、超嬉しい。外にも中にもって感じで。ありがとう、初級さんも。中村舞です。こうして、ありがとう。そう、その後おきちゃんに会いました。今日はなんかどっかのタイミングでご飯行けるかねって話してて、そうで行きました、おきちゃんと。
さおきちゃんとはご飯食べてかき氷食べ行ってそうちょっと話して解散しましたよ。おきちゃんも今舞台の稽古中で今日がオフだったらしくてそう。そうタイミングバッチシで元気だった。え元気だったよ。なんかさあ今日はチャーハン作って食べたんだって言ってたよ。なんか自炊をしてて今日はチャーハンを作ったんだって言ってた。で なんか何チャーハンなのって言ったらなんかえなんて言ってたかな、なんか卵となんかなんだっけな、なんかとなんかふりかけを入れたんだみたいな言ってて、ふりかけって新しいねみたいな話したんですけど、なんか和風のチャーハンを食べたって作って食べたって言ってた。あキムチか、キムチとふりかけ、えなんか絶妙な組み合わせのものを入れるなって思ってたんですけど、なんか味をつけないとと思ってふりかけを入れたらそれがすごい美味しかったって言ってて、キムチチャーハン美味しそう、キムチチャーハン美味しそうだね、キムチ絶対合うよ。どうもありがとうございます。で帰り夜何食べようかなって言いながら帰っていきました。なんかそうなんか微妙ご飯を食べたんですよ。なんかマジで微妙なご飯食べて、なんかもうほんと昼なのか夜なのかもよく分かんないようなご飯食べたんですよ。で夜ご飯何食べようかなって言いながら帰っていきました。もう冷蔵庫に何もないって言いながら帰ってった。ありがとうございます。私もねご飯は食べましたよ。いっぱいたらふく食べました。お腹いっぱい。ゆきありがとう。なんか自由が丘、自由が丘ってとこ行きました。なんかここら辺はカフェがいっぱいあるんだって言って連れてってくれて、そうそう、なんか自由が丘には犬がいっぱいいました。なんかあのおしゃれ犬がいっぱい歩いてました。なんか私犬がすごい好きなんですけど、犬を散歩している人も見るの好きなんですよ。そうでなんかすごい服を着た犬がいっぱい歩いてました、自由が丘。おしゃれ犬。ありがとうございます。ワンダフル。ワンダフル。かわいい。
ゆきハートありがとうございます。そう、オキちゃんに紹介してもらって行って、そう、ありがとうございます。明日もそうですよ、東京です。東京っていうか神奈川ですね、川崎。そうです、やついフェスは東京、やついはね夜なんですよ。夜出演させていただきます。渋谷人がめちゃくちゃ多い、本当に。あと暑い、めっちゃなんか本当に暑すぎて、なんかうん、夏感じてる。暑くない？なんかさ、渋谷とか人が多くってさ、でもさ、なんか日傘さしてる人とかもいっぱいいるからさ、日傘がさ頭に刺さりそうになるなんか人がいっぱいいる割に、あの傘さしてる人もいるから、こう頭にあー大変です。だから誰かの傘に入れるぐらい人がいっぱいいる。こうはい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 、めっちゃ人多いです。土曜日だったからかな、今日は特別。そう、今日は土曜日だったから、まあいつでも人は多いか。なんかさ、東京に来てさ、でもさ、おきちゃんと会って何したらいいか分かんなくって、でとりあえずご飯食べ行こうみたいな感じでどっか行ったりして、その後何したらいいか分かんなくって、で何する、どうするってなって、でじゃあ観光でもするとか言って、でも結局観光はしなかったんですけど、なんか行きたいとこあるとか言われて、えーって全然なんかどこだろうって全然なんか出てこなくて、パッて、でなんかじゃあ東京タワーとかって言ったら、あじゃあ東京タワーでも行く、二人でとかって、私行ったことないわとか言われて、でいや私もないよって、であの結局行かなかったんですよ、ちょっと東京タワー行かなかったんですけど、まあ、観光でもするかって言ってそう、私もねって、まだ東京来て観光してないけんねってちょっとブラブラして、いやそう、なんか時間ない難しいですよね。でも私東京タワー行ったことないから行きたい。浅草？え、行ったことあるよ浅草。千穂ちゃんと前に行ったんよ。あの雷門があるとこでしょ。行きましたよ。でスカイツリーの麓まで行って帰ったんですけど、その
行ってみて、自力で行ってみて、浅草とスカイツリーって近いんだっていう発見があって、そうなんだ、ありがとう。なんか浅草のなんかかぶったらいい煙みたいなのをこうファ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 ってして帰った気がするなんかそんな煙あるくない？煙っていうかな、湯気かな、わかんないけど、なんか黙々のやつ、あれ賢くなんの？そうなんだ、賢くなったか、それはまあちょっと分からんけどね賢くなるんやあれそう、なんか美味しい飲み物とか飲んで、賢くなったかもしれません。お寿司屋さん高かった、なんかでも高い、高いところはいっぱいです高いです、結構。あと今日はおきちゃんと行ったカフェお店でなんか現金で払ったら、いやここはキャッシュレスなんでみたいな、カードかみたいな、なんかキャッシュレスでみたいな、なんかかなんかネット決済でお願いしますって言われて、なんだってなんだってってなりました。現金はって、現金使えないのって結構私的にはやばいってなるんですけど、そう現金派なんで、現金使えないお店増えてる。え、そうなの？なんかねえ、ペイペイで払ったよ、ペイペイ。でもなんか確認しないと大変ですよね。きなこ山盛りかき氷、うん、その前にもう一個行ったの、普通にご飯食べた。ありがとうございます。ねえ、なんか大変ですよ。ありがとうございます。トリキュー明日さ、え、そう、なんかあのキングレコードの人に、あの千穂ちゃんと話し、あのキングレコードの人がいて千穂ちゃんと話してたんですけど、あのお弁当の話をしてて、で、あの今度のリリースイベントは川崎じゃないですかって、で、あの鳥球が蒲田にあるって聞いたんですけど、ちょっと近いからもしお弁当があるんだったら、あの第一希望鳥球がいいですって言って、で、あの第二希望はオーベルチーヌでって言って、で、えー、そうなのってなって、それが好きなのみたいな話になって、そうなんですって、そうなんだって、お弁当情報全然知らなかった、ありがとうって希望を伝えて、そう、よろしくお願いしますって。でもあのお弁当、なんかお弁当を用意してくださる人は結構毎回違ったりするから、ちょっとあのリリビアわかんないけど、あの覚えとくねって、お弁当共有ラインみたいな
あればいいんですけどね。ございます。いやね、そうお弁当ね、いやトリキュアはね本当に1回しか食べてないんですよ私。だからもう1回あの感動を味わいたい、食べたい、食べたいですね。1回のみ覚えてます。私はあの M ステ2回目に出演させてもらった時かな、その時に出たあのトリキューのお弁当覚えてますよ。私が新幹線で寝過ごす前日に食べたお弁当がトリキューです覚えてます。本当にあの深夜に食べたから覚えてる。ありがとうございます。泣くほど美味しかった、忘れられない味なんか覚えてるもん。それはなんか深夜にうまーって思いながら食べたもん。忘れられないことが続いた。そうだね。本当にね。明日って13時半に着いたらイベント間に合わない？え、みんなどうですか？間に合わないですか？ライブはさ、あれだよ。観覧無料だよ。だからどうだろう、11時から CD 販売だよ。だからそのわかんない、ライブは見れるはず。ぜひ皆さんお待ちしてます。明日はお昼に、そう、池ちゃんのオープニングアクトがあるのと、あと私池ちゃんと同じレーンです。4人レーン。ほんと暑そうだね明日も。ねえ、お昼とか一番暑いんじゃない？上の階から見れます。上の階から大暑いね。みんな暑さ対策してきてね。飲み物も、手汗が心配です大丈夫だよ。
まあ自分が気にするよね。タオル持ってきとくのはどう？汗も拭けるし。日焼けに気をつけて。マジで本当に日に焼けるのはもう嫌なんですけど、日焼け止めを塗るのが好きじゃなくって、あんまりなんか苦手なんですよ。なんか塗るのが得意じゃなくってそうだから頑張ってビタミン C を飲むようにしてるんですけど、会話一言二言、どうだろう。でもラリーはできるけど、この透明のシートがあるんですけど結構聞こえづらくって、ちょっと大きめに声話さないと、うんっていう時間になっちゃうかもしれないから、よかったら大きい声で話しましょう。そう、ちょっとね聞こえづらいんよね。そう、あとそう、複数連やと特にね、声がね、そう、周りの音もあるから。いや、マイクはねない方がいいよ。私マイクあったらちょっと逆に聞き取りづらかったりするから。まとめ出しはあるよ。マイクはね、逆にやりづらい。ありがくま。とりあえず頑張って会場行く。待ってます。お待ちしてます。ありがとう、お花。今日さ、ユイリーさんの誕生日だからさ、久しぶりに LINE したんですよ。そう、そしたらさ、あなた元気なのって来ました。心配されてる。私心配されてました。超元気。元気です。なんかでもすごい、その後に背負いすぎないでねって、なんか心配してるよって、そう、優しいです。へん、会いたいってなりました。ありがとうございます。あと今ありがとう。会いたいですね。ふえ。
でも会いたいけど、なんか会ったら恥ずかしいからなんか会えない。一方的に見たいかもしんない。なんか恥ずかしい。恥ずかしい。なんか自分の通訳の人とか用意していきたい、一緒に。なんか泣いたいけど恥ずかしい、話せなそう。なんかどうやって話しよったか、覚えてないっていうか。オンライン話し会撮ってみたら。ダメだよ、ユイリーさんは。本当にみんな話したいんだから、貴重な枠を私が取っちゃダメだよこればかりは。でもライブ見に行きたい、本当に。そう、ありがとう。私でもさ、毎回確認してるんだけどさ、東京行くタイミングでさ、劇場行けないかなと思ってさ、なんだっけ、 AKB48 グループのチケットセンター、チケセン、ずっと見てるんだけどさ、大体いつもなんか行けないんだよね。うん、ふんふんってこう見て、出演メンバー見て、ふむふむふむ、なんか大体なんかかぶんない。推し登録ゆいりちゃん、そうだよ、私の推し登録はゆいりさんだよ。ゆいりさん推し。私がね、東京に行ってもなかなか、何ですか、一日っていうか、その時間が空いてなかったらいけないので。ひぃたゆき、ありがとう。登録まいちゃん、まいちゃんですか、 STU まいちゃんですか。公園見たい、公園が見たい。登録まいちゃんですよ、ありがとう。押し登録まいちゃん、わっしょい。人生で劇場公演に楽しいものだね。ねえ、行きたいのに行けないもどかしさ。写真集楽しみすぎて毎日ご飯が美味しい。じゃあ8月27日まで毎日うまいうまいって食べれるよご飯が8月27日発売ですので毎日うまい。
私の写真集のタイトルどんなになるかな。全然思いつかない。みかん星人？え、何それ。みかん星人って みかんのせあれとかけてるの？みかん星人って、え？みかん星とみかんかけてんの？遊泳歓迎。なんかちょ絶対おきちゃんのなんか言われそうじゃん。おきちゃんの遊泳取っただろう。すごい、なんかすごいの出ました。アルフォートさんありがとう。アリがパンダ、アリがパンダタワー、ありがとう。パンダ、あの私すごいタワーのお礼をずっとできてなくて、で4月28日の分からあるんですよ。で明日4月28日のお礼しますね。で書いてるんですけど、そこの分はちょっと予告しようと思って、すみませんね。で4月28日が20人ぐらいいらっしゃって、ちょっとで明日一旦4月28日の分だけお礼させていただきます。すみません。そう、ツアーの初日に、そうなんですよ。すみませんね。昨日の待機時間にずっと書いてた。ずっと書いてました。ちょっとずつやります。ちょっと待ってください。すみません。ありがとう。寝てなかった。え、そうなんですよ。なんかでも聞いてください、なんか STU のみんな元気すぎて、本当になんかより一層元気になったんですよ最近。 STU の楽屋もうみんなもう目パッチリ開いて、もうみんなずっとなんか話してて、本当にもう本当すごい女子校みたいな感じ、なんかもうめっちゃみんな元気。本当にすごいの。じゃもう私なんか公園に座ってるおじいちゃんみたいな気持ちで、元気じゃなーみたいな感じで見ちゃう。本当にみんな元気すぎて、もう本当にびっくりするぐらい元気なの。しかも待機時間がね4時間ぐらいあったんですよ。4時間ぐらいずっとみんなもう本当にずっとなんか話してて。すごい元気。いや、寝てる人はいたかな？いたと思うけど、なんかほんと少なかったと思う。本当に本当に本当にもうね、みんなね
元気めっちゃ。ありがとうございます。昨日はね、そう事前収録してたので。そうなんですよ。ゆうきありがとう。マイキューはいろいろしてたよその何ですか、自分のことしたりとか、あとはね、そう、なんか写真集のカットとか、そう一緒に選んだりするんですけど、先行カットじゃないですけど、なんか出たじゃないですか、最初の4枚ぐらい。あれもこのなんか一緒にね、そう私も一緒に選ぶんですよ。そうだからこの中から選びましょうってやつで、まあ、選んだりするんですけど、そう自分も一緒にね参加させてもらってますそうそう、なんか何カットか見せてもらって、この中からこの衣装からどれにするみたいな感じで選んだりそうしてるんですよ。相談しながら。ありがたいやき。おへそは先行で出なそうだなおへそね、おへそね、いやそんなに私ギリギリまで引っ張る、別にそんなにおへそあれですよ、そんな何ですか、そこまでおへそをなんか隠したいと思ってるわけじゃないんですけどね。アイドルズの時、そうだよ、お腹出しの衣装だったんだけど、じゃあ別に何ですか、 NC が出たんだよ普通にそう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 、アイドルズの衣装ね、お腹禁止。うん？ごねたわけじゃない。NG が出たんや。そう NG。お腹 NG。そうだから衣装が多分黒いなんかインナー着てると思う。そう NG、 そう
うん、そう、可愛かったよね。もうなんかお腹 NG でさ、いつかさジッパーの衣装着たい夢なんですけど着れないかな。あれお腹出しだよね、可愛いよね、可愛くない？お願い背中のジッパージッパー可愛い、ジッパーやりたい。シティでは絶対ないね。ね、衣装の感じでしょ。あ、そう、でも愛の重さの衣装、愛の重さの衣装っていうか今年の新制服はそうですよ、スカートがちょっと短い丈があるから、うん、私は短パンシースルーバージョンなんですけど、ミニスカも履いてみたい。ミニスカの人はロングブーツなんだよ。マイキューの腹筋は割れてるって奥ちゃんが、いや、やめてください、そんなハンドル上げるの本当にやめてください。あの、割れてないと思います、はい、本当に。どんな情報ですか奥ちゃん、私のいつ見たお腹のことを言ってるのかちょっとよくわかんないんですけど本当にそんな割れてないです、割れてないですよ、もうやめてください、全然割れてないです。いや、おきちゃんにオフショット見せてない。全然、全然、そんなもんじゃありませんよ。ちょっと。でもね、腹筋はね、ちょいとあるんよ。けどね、その割れるはね、いかんね。なんか割れるって結構ね、あの本当にもうバキバキじゃないとね割れんけんね。え、おきちゃんと写真集のこと話したよ。そうそう、話しました、今日話しました。でもまだいろいろ見せてない。なんかあの写真集決まったって日に、あの南さん、石田南さんがね、南さんがあの LINE くれたんですよ。で、まいちゃん写真集おめでとうって LINE くれて、で絶対買うよってメッセージくれて、私も嬉しくって、ありがとうございますって、それでは999冊よろしくお願いしますで冗談で送ったんですよ。ちょっといじりたくって、どうしても私南さんを見るといじりたくなってもうしょうがなくって、もうよろしくお願いしますで、あのすごいキャンみたいなスタンプ送って、そしたら南さんから2日3日ぐらいちょっと返信がなくって、で私なんかあのあれと思ってたんですけど、そしたら今日おきちゃんからその話をされて、いや南さん、あのまいちゃんから999冊って来てから、なんか相当これ本当だと思うって真面目に悩んでたよって言ってて、私そう本当なわけない、冗談ってなって、いや南さん本当に真面目に悩んでたらしくて、真剣に、え本当かなって、私はそう後から返信が来たんですよ、あの一冊予約しましたって来て、で本当ですか嬉しいってなったんですけど、もうなんかちょっと
反省してめちゃくちゃ、その南さんいじりたいがためにそう言ったら本気で悩ませてしまって、そうもうほんとごめんなさいっていう。いやそうめっちゃなんかあのおきちゃんに相談が言ってたらしくて、これ本当だと思うって、あのまいちゃんのこのあの発言は本当なのかなみたいな感じで すごいなんか悩んでたって言ってて、えなんか本当にごめんなさい、もう一生冗談言いませんってなりました。それを今日おきちゃんから聞いたんですよ。私のみなみさんをなんか見るといじりたいって気持ちになっちゃうんですよね。なんかなんか人をなんかこういじったりすることってあんまないですもんね。まあ、そうですよね。多分なんか私のキャラからしていじるのかなって思ったんですかね。なんかでもそうかもしれない。あんまいじんないですよね私。ありがとう。なんかこの紫のありがとう。反省会反省しました。あと最近お姉ちゃんがめっちゃ LINE してくれるんですけど、今日も明日リリーベ頑張りなよなんかめっちゃさ、昨日もオールナイトフジコ頑張りなよ見るねみたいな、お姉ちゃんがめちゃめちゃ LINE をしてくれます。そんな喋り方だったっけ。いや本当にこんな感じなの。なんかお姉ちゃんはそう最近なんかテンションがあれで、なんか私そうアルバムが発売されて、そのアルバムを見てからなんかいろんな人に言いたくなったらしくて、自分の妹なんですっていろんな人に言いたくなったらしくて、でも言えなくってモヤモヤしてるらしくて、ずっとうーってなってるらしい。私は言いたいんだって LINE が来た。言いたいんだって、でもモヤモヤしてうーってもどかしいって。俺も職場で言いたいけど黙ってる。布教していきましょう。兄貴がね、そうなんですよ。
ちの会社の人はほぼ知ってる。でもあれなのかな、なんか知られたりしたらさ、あれですか、会社休みにくくなったりするから言わないって人もいるかもしれないよね。休みが取りづらい。信じたらまたライブかって言われる。え、そうなの？でもライブに行くんで休みますって言える社会がいいよね。なんかその方が良くない？趣味とか楽しめる、楽しい、そんな世界がいいよね。まあ現実はなかなかそうともいかんかもしれんけど。理由は聞かれません。そうか、理由はね、ありがとうございます。有給ってさ、まとめて使ってもいいの？なんかどんぐらいあるか分かんないけど、一気にまとめて使ってもいいもんなの？いいんだ。まとめ出し？あ、有給まとめ出し？していいの？会社による？イントネーション違くない？え？有給の？有給じゃないの？今日の服かわいい。ありがとう。ハート柄なんだよ。じゃーん。なんかね、定期的にね、イントネーションが違うって言われるんですよ。何ですか？何ですか？何ですか？え？何ですか？あずみんもイントネーション言われるらしいね。なんか言われてたよ、あずみん。あずみんもなんか私全然気にならなかったけど、なんか言われてるのを見たんですよ。なんか先生のことを先生って言ってて、先生って。そしたらなんか先生って言ってるの、なんかイントネーションが違うみたいに言われてて。で、もう言われたらまあ確かにそうかもしれんけど、まああんま気にならんけどなと思って。いや、そう、なんかね、あずみんも言われるって、うん。そう、ダンスの先生とかのこと？先生、関西のイントネーションなの？これ私のイントネーションはなんか、え、何？独特？私はあの、あれなんですよ、中村なまりなんで、なんかあの、何ですか、
何なまりか分かんないけど、多分これは中村なまりなんですよ。なんか愛媛の人と同じ訛りかって言われたらなんか違うっぽくって、だから中村訛りです。そう、なんか愛媛訛りじゃなさそうなんですよね。お姉ちゃん、あ、お姉ちゃんはでもね、お姉ちゃんなんかいろいろよ。お姉ちゃんなんか兵庫住んどったんよ前、やけんさ、あれなんかちょっと関西弁が入っとる時期があって、やけんたまに関西弁っぽいなんかイントネーションの時あるし、そう、なんかお姉ちゃんはまたなんかちょっと違う気がする。ありがとうございます。家族間で違います。お父さんなまってるなとか思ったことないかも、あんまり。今日は広島弁まだ使えんの？え、多分使っとるよ。なんとかじゃけんとか言うよ。じゃけえ。え、違うって言われた。なんで？違う？え？じゃけえ。違うんですか。やけえ。よくありません、このもうたびたび出てくるこの染まるっていう単語、本当によくありません。染まる、違います、染まるじゃないんですよ。染まるはまたちょっと違う。あの染まるってこう別の持ってた色から違う色に染まるみたいな、全く違う色になる感じじゃないですか。そうじゃないんですよ、染まるじゃないんですよ。なんか追加される感じ、自分の色も持ってるし新しくもう一個来たみたいな、2色になったみたいな感じだから、だからあの染まるじゃないんですよ、色が増えた。そう、増える感じ、あの元のがなくなるとかじゃないの。違う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 。そうなの、なんか染まるって単語がなんかうってなりますね。変わらない部分もあるの。
マイちゃんに染まってます、マイキューに染まっていいですか、ウィーン、私は何色、マグカップすごいのが置いてる、あそこそう、ここに置いてる、さっきまで飲んでた、そうなの、何飲んだ、梅昆布茶、梅昆布茶ってうまいよね、私あの酸っぱいの苦手だけど梅は好きかな、梅昆布茶は好きかも、こうしてありがとう、なんか私さ2日前ぐらいにさ歌ってたじゃんか、もうなんかあの愛だとか言ってなんか片思い系のソングとかいっぱい歌ってたじゃないですか、さあなんかあの後にさ、そう思い出した、なんかあの後にさ携帯 LINE が通知が来ててね、パッて見たらね、イケちゃんから来てたんですよ LINE が、たらなんか マイキューさん今好きすぎてって歌ってましたかみたいな LINE が来てて、でえ何これやと思って、え歌ってたけどど、ええって送ったら、たらなんか廊下に響いてましたよみたいな言われて、なんか廊下中に、なんかそう、なんか私の歌声がちょっと響いてたっぽくて、なんかそうホテル、そうなんかイケちゃんが帰ってきた時にホテルでなんか歌声が聞こえてきて、で絶対マイキューさんの歌声だって思いましたみたいな、サーヤンのところにも聞こえてたよ、え嘘だ、ちょっとやばいですよね嘘だってなりました、でもさなんか声だけ聞いてさマイキューさんだと思いましたってさ言われてさ、私って歌声わかるんだって思いました、うん、わかる、私自分で聞いてなんかあんまわからんけんさ、わかるよって、特徴的、嘘嘘だ特徴的じゃないよそんな、わからんけど、綺麗な歌声ってありがとう、嬉しい、歌声は可愛らしい、え喋っとる時と声が違うってこと、めっちゃ特徴的っすって、ちょっと控えめな歌声、低め、あでも自分でも低いと思う、ちょっと声違うよ、ね、歌声は可愛いっていうのやめて、歌声も可愛いって言ってほしいねえなんだかなねえ、褒めてください、
時間大丈夫って思った。35分ぐらいか。いい声してる、ありがとう。なんかでもね、なんだっけ、なんかそう写真集撮ってる時のカメラマンさんが声のお仕事できそうな声だねみたいな、すごいいい声だねみたいな言ってくださったんですよ。でも私絶対滑舌が悪いから滑舌悪くてそんなのできませんってちょっとそう思ったんですけど、声を褒めてくださって嬉しかったんですよね。あんま声褒められることなかったんで、いやそう、そんななんか声注目されることそんななくない？いや滑舌悪いよね。ナレーション、あのあれなんだっけ、音読じゃなくてなんだっけ、聞かせるみたいな、なんだっけね、あ朗読だ、そう朗読朗読朗読でもしようかいね。ラジオ、あ始まりました、中村舞のラジオ。お送りするのは中村舞です。こんばんは。たくさんのお悩み相談ありがとうございます。あ、深夜ラジオしましょうかね。深夜ラジオ。私の悩み、私の悩みか、エレベーターに乗ってる時にですね、こう開く階でもしなんかゾンビみたいなのが乗ってきたらどうしようとか考えちゃうんですよ。なんでエレベーター乗ってる時が一番緊張するっていうか、なんかどこにも逃げ場がないからこうリーンって上がっててチーンカーとかできたらもう逃げ場がないじゃないですか。だからそのエレベーター乗ってる時が一番緊張感あるっていうか、そのそれが結構悩みで、そのなんかよく緊張してますエレベーター乗る時、特にこう人がいない時のエレベーターとか。倒せないよ。え、結構私これマジでドキドキする。あと家に入るまでとかドキドキする。もう早く鍵開けたくてカチ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 、早くみたいな、早くしないとなんかが入ってくるかもみたいな、もうなんかそういうなんかちょっと何かに追われてるみたいな感じの、なんかゾンビ見すぎてそう思うようになってしまいましたね。
虫が、いや違う、ゾンビが、ゾンビがです。いやこの間も道にこうバタンってしてる人がいて、で明らかに、まあなんか、まあ、近づいてみないと分かんないと思ったんですよ。この人は酔ってるのか体調が悪いのか。でさーって寄ってみて、でこうちょっと伺ったんですよ、様子を。でもこの人もしかしたらいきなり起き上がってゾンビになったらどうしようとか考えて、本当にってなって頭抱えて、そう結構悩み、これもなんか頭の中でこうホラーな瞬間が一気に脳裏にこうふわーって、うわーどうしようって思って、結局その方はちょっと酔ってただけだったんですけど。いや悩みだね、これが悩みですね。一時期さ、今はないんだけど一時期家走って帰ってたもん私。なんかゾンビとか、なんかその街を歩いてる人とかが実はとか思ったりしたら怖くて。カウンセリング受けた。いやちょっと待って待って。でもゾンビやったら楽しんで見てるから結構。走って帰宅、でも走って帰宅のいいところがあります。早く家に着くところです。皆さんぜひやってみてください。走って家に帰ったらすごい早く家に着く、当たり前だけど、あもう家に着いたみたいな。私の悩みはそれですね、なんか悩んでますね、うん、まあ、悩んでないですね。悩みかな、あんま悩んでないですね。悩みがあるかな、どうだろう、あると思うんですけどね。楽しいかも。悩んでませんね。あでもなんか食料を溜め込みすぎてしまうみたいな癖があるのは悩みかも。だからそれもゾンビウイルスが感染したら家にこもらないといけないから、食料は溜めておかないととかめっちゃなんかたまに考える。ゾンビいないけどね、今は。今後いるかもしれないしね。マイケル基本溜め込む。そう、私なんか貯蓄癖、なんかあれ、あとさストック癖があって、シャンプーとかも予備がないとめっちゃもう嫌だ。もうなんか予備の予備がないと嫌みたいな、もうなんて言うんですか、さらに予備がないと嫌だみたいな人。なんか次なくなった時どうしようみたいなの考えて、めっちゃストック癖があります。ハムスター、でもこれはあるあるあるだよね。そしてありがとう。なんかなくなりそう
だから買いに行かなきゃが嫌で、常になんか多めにストックがないと嫌かも。生活用品？これまでなら多分みんなまだ分かるって人がいると思うんですけど、もっと分かんないことを言うんですけど、あの服のストックもないと嫌なんですよ。新品の服のストックだから、なんかなんて言うんですかね、これアイドルになってからだけなんですけど、なんか新品の服のストックがないとなんか満足できないっていうか、なんか心配っていうか、なんかまだ着てない服がないと嫌だ。タンスとかに、クローゼットとかに2枚買うわけじゃなくって、そう、なんか新しくまだ着てない服を何着か用意しとかないとなんか不安でしょうがないっていうか、そう、同じ服じゃなくてその別の服です。もうこれは1回着た服ってやつはじゃなくって、まだ1回も着てない服が何着かないとなんか不安なんですよね。握手会、そうかもしれない、なんか握手会がある時からそういう感じだから、そうなのかも。そう、これは結局着るの。でも着るんだったらまた新しく服を買っとくの。だからその1回も着たことない服が常にないとなんか不安でしょうがないんですよね。今もある。だからなんかまだ着てない服とか、これから着るだろうって感じの服。着た服はね、何回でも着るんだけど、サイズは合うよ。いや、なんかね、買って着てない服、なんかすぐ着たくなるとかはないんですけど、なんか着てない服がないと安心できない。数年寝かす服、私もある。なんか結局そのシーズン着れなかった服とか次のシーズンで着たりする。わかんない、仕事あるあるなのかも。でも私なんか私服いりますよって時とかは結構新しい服着たりするんですよ。だからお話し会とかもいつも新しい服着たりするんで、そうかもしんないです。なんかそういうのでかも。ありがとうございます。服はね、いっぱいあるんですけどね、なんかおさらばできないからね、私なんか服増えていく一方でやばい、やばいです。メンバーにあげたり、いや、もう同期の沖ちゃんにあげたよ前に。それが最後だったかな、後輩だったリオちゃんにあげたことあるかも、
いやなんかソラハも欲しいって言われたけど、ソラハにはあげてないかも。なんか特にそれはなんか嫌だとか言ったわけじゃなくって、なんかなーなーになってあげなかっただけで。ノースリーブ、いや本当にね。ありがとうございます。あ、そうお姉ちゃんと、そうお姉ちゃんにあげることもめっちゃある。お姉ちゃんにこの服一緒に着ようかどうぞって譲る時もあるし、なんか、うん、お姉ちゃんにもあるわ。サイズ一緒ほぼ。もらうことはないけど、あんまり。たまにあるかな。でもお姉ちゃんの借りることはよくあります。シェア、うん、お姉ちゃんとは服をシェアできるので最高、最高ですよ。しかもお姉ちゃんなんか着てる服可愛いんですよ。だから、いいな、いいなって貸して貸して、言いに行きます。可愛い系、え、可愛いっていうかなんか大人、大人だわきなセンスです。本当ありがとう。初期バージョンのマイキューすごかったから、いやね本当になんてことかしら。今日はねワンピースなんだよ。そう、ででーん、ちょっとででーん、あ、もうベルト取っちゃったけど、はい、ワンピースがなんか遠征の時持ってくるのもちょうどよくって。50、そうだよ、もうこんな時間だよ。でもみんな明日は日曜日だからね。明日の髪型決まってるか。なんで、どうしようかな。なんかでもね、私そう昨日まとめ髪したんですけど、それなんかジャケットと同じっていうね、あのなんかあれがあってにしましょうみたいなのがあったりして、そうまとめたりするんですよ。だからなんかそういう縛りがなければ何でもいいんですけど、まあ、暑いんよね、ちょっと暑いけんね髪の毛。どうしようかな。ポニー、まとめ、首が焼ける確かにね。どうしようかな、まあ、おろしが好きなんだけどね個人的には。でもねこうさあこんなになるから本当に髪の毛がこんな。いい、ありがとう。カンペンもありがとうございます。
まあ何かしら。おでこ、もうおでこは絶対に出しません。暑い、暑いな。写真集、写真集はおでこ出てるよ、出てるよおでこ出てますよ、全然出てますよ。でも出てるとこいっぱいあると思うよ。なんか写真集は結構自然体が多いんで、なんか何ですか、決めてない感じの、もうほんと自然な感じとか、なんかもうおでこがもうファサって見えてるやつとか全然ある。うわ、ミラーボールが飛んでる、ありがとう。いっぱいあると思う。もうちょっとおでこは大きいし、しかけたありがとうね。あとさ、これさ、なこの時計遅れてんだっけな、56分ぐらい今。ありがとう皆さん。明日はですね、夜配信するんですけど、夜に、驚かないでください。4月28日のタワーのお礼をさせていただきますので、4月28日、はい、すいませんがよろしくお願いします、はい、ちょっとずつさせていただくのですいません本当に。そしてちょっと壇上を見ましょう。 N2F さん、山猫坊主さん、りょんきゅうさん、くまねパパさん、ミッキーさん、おっさんずさむさん、ふくちゃんまるさん、ふく太郎さん、阿部ひろしさん、きなぺこさん、太郎くんさん、花丸さん。1位はドルドルーン、アルフォートさんでした。ありがとうございました。明日はリリースイベントとやついフェス、皆さんに会える日曜日を楽しみに。はい、寝ますね。お風呂入らんといけん。また明日です。明日は日曜日です。また明日。してありがとう。おやすみなさいませ。また明日。お風呂頑張れ。お風呂頑張る。みんなもお風呂頑張れ。明日も頑張ろう。おやすみ。見てくれてありがとう。またね。どんな涙あって拭ってあげるよ。
人を愛すその言葉は限りなく重い、あと一本あるよって、あ、ラブラブ、愛の重さ初めて分かったよ、君の気持ち背を追ってみて知った、心がしびれるくらいビリビリビリ、なんかまるで世界に担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう、無責任に愛した頃は軽々、はいはいはい、持ち上げてた、おやすみ、皆さん、ゾンビには気をつけてください。また明日。